よかったですね。お話し会の時はもちろん元気なんだけど、それ以外の時がちょっと眠かった。はい、まあ今日はねこの服を着て、昨日は昨日でツイッターとかインスタにも上げてるんですけどね、また全然違う感じで、でも皆さんが「いいね」って言ってくださって嬉しかったです。来てくださった方ありがとうございました。そして現在はね、オンライン話し会の最終受付が行われております。明日の12時までだったかな。で終わるんで、もうぜひ、特に遠方でなかなか来れない方はぜひ来てほしいなって思いました。思います。思いました、私。思います。まあね、リアルお話し会は次が来月末なので、お待ちしております。まあでも、まずは来月のオンラインお話し会がありますので、まだね、2日とも残りわずかまでもうちょっとらしくて、まあチケットが少なくなってきてる。チケット 券が少なくなってきているみたいなので、もしよかったらぜひ、特に7月8日はね、頑張って羊部屋に挑戦してみようかなとかも思ってるので、もし気になる方がいらっしゃったら是非お待ちしております。確かに朗読劇前最後のお話し会、そうだね、言えてます。でも今日も今日で久しぶりっていう方もいらっしゃったら、初めましての方もいらっしゃってね、めっちゃ嬉しかったですね。お話し会が対面お話し会が再開したから来てみたよっていう方もいらっしゃってね、嬉しかったです、めちゃめちゃ。あ、初お話からありがとうございました。イエーイ。まあね、本当に楽しかったです、私も。また、でも今日の写真も昨日の写真もカレンちゃんが撮ってくれたんだけど、めっちゃいい感じだったので、で今日の写真はまたね、インスタにあげるので、ぜひチェックしてください。
コメントとか待ってますよ。で、昨日はね、そのまあお話し会終わって、あのカレンちゃんとハッツと一緒に舞台を見に行ったんですけど、まあその待ち時間の間に、あの今回その舞台が品川プリンスのステラボールっていうところであったんですけど、まあそこ映画館もあるんですよ。で、時間があるからちょっと映画館フラットしようよみたいな感じで見たら、映画館にいろいろグッズがあってちょっとね、ついつい欲しいものがあって、もうまだ映画は見ないけど、もう先に買っておこうって思っていろいろ買いました。そう、全部スパイダーバースです。アクロスザスパイダーバース、もうね、めっちゃ買ったよ。めっちゃ嘘だけど、まずはこちらクリアマグカップ、刺さった、こちらですね。クリアマグカップを買いました。めちゃめちゃ可愛くない？クリアっていいですよね。そして次がね、これはどうしよう、まあいいや。次はこちら、マイルスのステッカー。めっちゃデザイン良くない？マイルスのステッカー。そしてこちらもマイルスのステッカーですね。そしてこちらはマイルスとピーター・パーカーと、多分これグエンでいいと思うんだけど、あのね、一応グエンじゃないのかな、一応あのなんだっけ、値札表にはスパイダーゴーストって書いてあったんで、まあ、まあ3人のステッカーですね。めっちゃ可愛いでしょ。で、これはグエンのメタリックステッカーで、こちらはマイルスのメタリックステッカー、そしてこちらですね、ミラーアクリルキーチャームです。なんとランダムでございます。ということで今日はランダムグッズ開封のお時間でございます。イエーイ。そしてもう一個こちらですね、トレーディングスクエア缶バッジ、あ、全然光飛びがすごい、トレーディングスクエア缶バッジ、ゴーストスパイダーかも買いました。こちらもランダムでございます。今日はこちらを開けていきたいと思います。思った以上に勝てた。本当？これでもね、ちょっと抑えた方なんだよ。そう、ちょっと頑張って抑えた方。いや本当にね、もうあんま無駄遣いじゃないけど、お金をね、そんないっぱいポンポコポンポコ使えないからさ。そう、でもスパイダーバースのグッズはこういう時じゃないと買えないからって思ってめっちゃ買っちゃうんですよね。そう、うん、これでもまだ抑えた方なんだよね。またいろいろ買っちゃいそうなんですよ。わかんないけどね。なのでちょっとね、あの開けていくんですけど、一応ね、あの
全10種類のやつのあれを調べようと思って。これか。ちょっと待っててね。あ、これ。まあ、まだ私はね、スパイダーマン、アクロス・ザ・スパイダーバースは見れてないんですけど、その前に買ってるから、そう。まあ、でこちら、じゃあまずこちらから開けていきたいと思います。こちらはスパイダーマンのアクロス・ザ・スパイダーバースミラーアクリルキーチャーム全10種類でございます。で、種類何が出るかっていうと、スパイダーマン、スパイダーグウェン、スパイダーマン2099、スパイダーパンク、スカーレット・スパイダー、サイボーグ・スパイダーウーマン、スパイダーウーマン、スパイダーマン・インディア、ザ・スポット、シークレットの10種類となっております。まあ私はこの中で今んとこ知ってるのが、あのスパイダーマン、マイルスのスパイダーマンとスパイダーグウェンしか知らないから、まあこの2人のどっちかが出たら嬉しいなって感じなんだけど、基本的に誰が出ても私は嬉しいので、こちらは特に投票はせずに。でもまあそうだな、誰が出そうか予想しよう。そうだな、スパイダーウーマンが出そうだな。そう、いろんなスパイダーマン。じゃあ早速開けたいと思います。よいしょ、紙を、紙と一緒に、あ、危ない危ない危ない。じゃあ多分こっちが表目になると、表目になるっていうかなると思うので、それじゃあいきますよ。3、2、1、ちゃちゃーん。おこれはサイボーグスパイダーウーマンだ。かっこいいな。え、見てみんな、見えづらいけどめちゃめちゃかっこいいこれ。え、これいいな、もう一個買いたいぐらいだな。はい、こちらサイボーグスパイダーウーマンが当たりました。サイボーグだよね、これこれサイボーグでいいだよね。え、めっちゃかっこいい、思った以上、思った500倍かっこいい。これあと2個ぐらい欲しいな。やばい、やばい、こうやってお金ってなくなっていくんですよ皆さん、覚えておいてくださいこうやってお金はなくなっていくっていうことを皆さんよく覚えておいてください。そう、サイボーグらしい。でも私マジで全然わかんないから、ほんと情報がなさすぎて、もう早く見に行きたいです。ではちょっと気になってた特典がなくなっちゃって配布終了になってたから、まあ、私急いで見に行く必要ないなって思って、ちょっとゆったりしますゆったりと見に行こうかなって思います。イエーイ耳が痛いですわ。みんなね、同じ思い、同じ経験してる。じゃあ次、言うてもあと1個なんだけど、え、でも スパイダーウーマンってことは女の方ってことなんだろうけど、すげえごついんだよな。まあきっとこの人も出てくるんでしょうけど、どんな感じなのか気になるな。スカーレットスパイダーもね、名前がかっこいいんだよね。スカーレットだよ、スカーレット。あ、15分経過してる、もうサイが飲める時間だわ。
それではお次はこちらでございますね。はい、トレーディングスクエア缶バッジでございます。こちらは6種類あって、マイルスのやつが2種類で、スパイダーマンが2種類、ゴーストスパイダーが2種類ずつっていう感じになってます。こんな感じね、柄こう。じゃあこれはキャラクター自体は3人しかいないから、じゃあどのキャラが当たると思うかみんな投票しましょう。じゃあ1番がマイルスが当たると思う人、2番はスパイダーマン、3番はゴーストスパイダーで、それじゃあ投票開始。この中でどれが当たると思うか、1番がマイルス、2番がスパイダーマン、3番がゴーストスパイダーで、まあ下もね、あるが、もう実質3種類ですよ。まあ私はもうね決まってる、私はね決まってる。そう、さあどうでしょう、みんな投票はそろそろいいかな。じゃああと10秒で終わりよ。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1、終了です。ピコン。あ、スパイダーマンだと思う人が一番多いですね。その次がゴーストスパイダーで、一番低いのがマイルス。では私の予想を言います。私もスパイダーマンが当たると思います。まあピーターパーカーですね。私もそう思う、マジで。これつけてねユニバ行きたいんだよね、マジで。ユニバね行けるかな、スパイダーマンやってる間に。はいはい、こっちが。じゃあ行くよ、3 2 1、じゃん。あ、マイルスだった。めっちゃ嬉しい。これはね、だってもうどれが当たっても嬉しいんだもん。そう、どれが、まあスパイダーバースで言うとマイルスが結構好きだから、もう結果的に嬉しいんですけど、マイルスが当たりました。やったー。え、嬉しい。めっちゃいいね。なんか、なるほど、こういう感じなんだ。じゃあこれを私がつけたら、もう私はマイルス・モラレスですよっていうことになっちゃう。私がこれをつけたら、もう私の名前はマイルス・モラレスですっていうことになっちゃうね。どういうこと？まあでもぜひこれをつけてね、ユニバに行きたいね。ということでこちらが当たりました。イエーイ。いそいそとしまう。いそいそっていうかね。いやー、でもちょっとこうやってスパイダーバースのねグッズがね買えるって、もう私は嬉しいんですよ。そう、だからもう買っちゃうの、ついつい。でもこれでも頑張って抑えた方なんですよ今回。そう、頑張って抑えたの。もう欲望のままにだったら多分キーチェーンね3つは買ってるよ。まあ2つ1つにしたけど、どっちにしろねもう2つ買うと思う。いや、2つは嘘だな、あと1個だな。うん、あと1個欲しいな。いや、あと1個欲しいな。だってめっちゃいいんだもん。しゃっくりが出た。はい、ということで急なグッズ開封でございました。さあ、こっから何の話していこうかね。
何の話しよう。もう話題がなくなってしまった。まさか。でも、もうこのさ、最近マジで暑くって。なんかそろそろ冷房入れた方がいいのかなと思ってるけどさ、でも扇風機でなんとか我慢したいんだよなっていう気持ちも大きくて、そうどうすればいいんだろうかって思ってる。グッズ開封からの祭りの後感、いや本当にそう、もうあ終わった終わったみたいな感じになっちゃってる。なんか今すごいムシムシするんですよ。でもできればね、まだエアコンも使いたくないんだよね。でもさ、6月始まったけど、もうちょっとで下半期じゃなかった、もうちょっとで下旬に入っちゃうって怖くない？私めっちゃ怖いんだけど、びっくりしたもん。もう下旬って思った。そう、マジでびっくりしたんだけど。ね、もう本当に下半期に入るね。まあまだちょっと先だけどね、下半期は。そう、まだ1年早いってもの早いよ。まだ1年半分来てないから大丈夫だよ。そう、まだちょっと早いけど、でも本当にね、なんかもう1ヶ月が早いよね最近。もうびっくりしたもん。気がついたら今日18日でさ、えってなっちゃった。そう、まあ一応ね、話の話題は1個あるんですよ。ただちょっと内容が薄いんですけど、それでもいいですか？じゃあ紹介します。みんなにいいよっていうコメント待たずにもう紹介しようとしてる人がいます。それが私です。こちら新商品らしいんだけど、ポエム本舗さんのお菓子でございます。名前はキャラメシアン。はい、キャラメシアンでございます。私はちょっとまだ食べてないんですよ。そう、最近お菓子を食べれなくて、あんまり。そう、ダルメシアンみたいな名前のキャラメシアンなんですけど、
キャラメルとチョコレートが出会って新しい美味しさが生まれました。とろりととろけるキャラメルをミルクチョコで包み込み、アーモンドのさっくりクッキーでサンドしました。陽気で元気で夏っこい、でも時には人見知り、そんなダルメシアンの可愛いお菓子キャラメシアン、ということでポエム本舗さんの新商品キャラメシアンでございます。まあお菓子はこんな感じらしい、写真は。そうそうそう、まあね、ちょっと今日は食べないんだけど、またね食べたらどんな感じか紹介したいなって思います。以上です。こうやってねチームメイトの活動はねちょっと休止になったけど、まあ一応観光大使であるいよ観光大使を任命されてされた身なので、そう、うん、はい、ちょっと待って、ただいま。ちょっとね外が結構わーっとなってたから一旦音切った大丈夫かなって思って、あ、先日松山に行きました。やったー、ありがとうございます。パキって言った、びっくりしちゃった。じゃあこっからはこの愛媛のお菓子の流れで、皆様大変長らくお待たせいたしました、日本全国のお菓子のお土産を見ていこうの九州編をやっとやっていきたいと思います。まああの九州だからいっぱいあるから、ちょっとねちゃっちゃと行かないとね。じゃあ行きます。早速もう今回はメモります私。今回からね気になったものはメモっていくことにしました。それかスクショ、スクショがいいね、スクショにしよう。じゃあまずは福岡から。でも福岡といえばまず博多通りもんでしょう。まあそれは置いといて、お土産っていうかお菓子がいいんだよな。こっちにしよう。さあスイーツお菓子。あ、待って。動かない。あ、よし。え？ちょっと動かないね。なんで？ちょっと待ちます。なんかタブレット、あ、よかったよかった、タブレットのなんか動きめっちゃ悪いんだけどって思ったからさ。なんだろう、私が気になるのは、へえ、これはなんて読む、梅ヶ谷餅か。美味しそう。パリッと食感がたまらない伝統的なお饅頭、梅ヶ谷餅。これさ、これ始めたはいいけど大丈夫かな、なんか途中でなんか調子悪そうなんだよ。まあいいか。何これ、石村万世堂っていう、石村万世堂さんの鶴の子っていう、これも和菓子なのかな。あ、でも外側はツヤツヤなマシュマロ生地でできており、風味のある黄身あんを包んでいます。めっちゃ可愛いな。これもスクショだな。あとは博多の人、美味しそう、バームクーヘンだ。
やっぱバームクーヘンはね、私気になるんだよね。あ、プレーン味だけじゃなくて福岡の名産あまおういちごミルク味もあるんだ。それ美味しそうだな。博多ポテト、へえ、美味しそうだね。ちょっとこれは行ったら買いたいっていうのを私は写真を撮ります。わ、なにこれ、博多ブラブラ、めっちゃ美味しそう。これもだな。博多ブラブラは北海道の小豆で牛皮を包んでいて、お米は佐賀県の一等米であるひよこ米が使用されています。美味しそう。お菓子はこのぐらいなのかな。多分他にもいっぱいあると思うから、ちょっとこっちも見よう。まあ、博多通りもんはマジで美味しいからな。あ、このお餅、あ、ひよこね。これね、気になるんだよね。一回も食べたことないんだけど、これもスクショしといて。クロワッサン、あー、なにこれ、ポルトス、めっちゃ美味しそう。これもスクショだな。はい、夢夢鳥、これは普通に手羽中か。あー、めんべいね。めんべい美味しいよね。え、なにこれ、名前が分からんけど、ひよこサブレなのは分かる。でも名前が結構難しそうだ。でもめっちゃおしゃれなの。美味しそう。これもスクショだな。わ、うわ、なにこれ、チーズケーキフォンデュ、美味しそう。これもだな、スクショ。あー、これも美味しそうなんだよね。博多アマビ、はい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 、いちご味のわらび餅、美味しそう。間違えた、美味しそうだな。これもスクショ。じゃあ福岡はこんな感じかな。じゃあ次佐賀。佐賀って何なんだろう、あんまり知らないんだよな。うわ、佐賀錦美味しそう。小豆や栗が入ったふわふわの生地をバームクーヘンで挟んでいるもの。美味しそう。そんなんは美味しいに決まってるんよ。次、うわ、なにこれ、丸ボーロ、美味しそう。はい、これも、へえ。オーブントースターで少し温めると、外側カリッと中ふんわりの少し変わった丸ボーロの食感を楽しむことができます。美味しそう。お菓子じゃないけど、イカシューマイも気になるな。ちょっとお菓子じゃなくなったな。へえ、お寿司屋さんのプリンとかあるんだ。すごい名前してるけど。え、これすごい、ひとつまプリンでいいのか、本当に合ってるか。でもいろんな種類があるみたいですね。なんか
ヨーコのクレメンティンとか難しいけどめっちゃおしゃれな名前のプリン、まゆみのラムネーズンとか、へえ美味しそうだな。まあ、これはねあくまでも私の気になるあのお菓子をただただ紹介するというだけでございます。一高校も美味しそうだな。やっぱあんこ系のね、あんこ系っていうかあんこが入ってる、うわっ何これ、小籠まんじゅう美味しそう、めっちゃ美味しそうじゃん小籠まんじゅう、いいね。でめっちゃすごいネーミングだよねプリン、びっくりしたもん。次はここの見ようかな。すごい、ケシアドっていうのかな、めっちゃ美味しそうだな。これもスクショしとこうと。うわっ甘夏ゼリーもめっちゃ美味しそうだな。めちゃめちゃプルンプルンだわ。そう皮を器にしてるのってめっちゃ面白いな。へえ。村岡総本舗が作るどら焼きも美味しそうだな。わっ白玉まんじゅうだって、めっちゃ美味しそう。スクショ、あ、有田焼きの器の中に幸せのチーズケーキがたっぷり入った商品、幸せのチーズケーキ美味しそう。これもまあ、お菓子じゃないけどイカシューマイめっちゃ気になるな。まあこんな感じかな。じゃあ次長崎ですね。長崎といえばカステラじゃない？でもそれ以外知らないからな。長崎といえば私カステラって感じなんだけど、何これ、クルスっていうお菓子美味しそう。生姜がほんのりと香るチョコレートを薄く焼いたクリスオリジナル生地で挟んだもの。あー、美味しそうだな。うわっ、え、これもあれ一高校また違うのか、なんか感じが違う気がするけど、え、あんがないんだ、おまんじゅうそのものなんだけど、え、どういうこと、どういうこと、でもめっちゃ美味しそう。どういうことかよくわかんないけどめっちゃ美味しそう。これってつくもとせんべいでいいのかな。いやー、もう名前がね難しい、違ったらごめんね。でもカステラっていいよね。え、椿猫のジャムもかわいい。南山手ステンドグラスプリンでいいのかな。めっちゃ美味しそうだしめっちゃ綺麗、ジュレとプリンが入ってるんだね、美味しそうだな。うわ何これ、さつまいものやつかんころ餅めっちゃ美味しそうなんだけど、びっくりしちゃった、うわって言っちゃったよ、美味しそうすぎて。でもやっぱカステラ食べたいよね。あー、皿うどんもまた食べたい。うわっ角煮まんじゅう美味しそうだな。でもそう、かんころ餅が気になるな私。長崎物語美味しそう、スクショしとこうと。ハトシロール、あ、エビのすり身
お菓子じゃないけど美味しそう。やっぱあの練り製品なん、まあ、すり身とか書いてあるけど練り製品ですよね。好きなんですよ練り製品が。マジでへえ、ポルトガルから伝わったと言われるお菓子カスドース。カステラ生地を卵黄に浸し煮立てた糖蜜で味で作り、めっちゃ美味しそう、めっちゃ美味しそう。説明聞いただけで美味しそうだもん。なにこれ、うわー、カス巻き。カステラ生地と粒あんの相性、あー、カステラ生地と粒あんは私の好きなもんなんよ。美味しそうだな、美味しそうだな2回同じこと言っちゃったよ。そう、一個一個めっちゃ気になるんだよな。まあこんな感じかな。じゃあ次は熊本ですね。熊本といえばやっぱ神代湖と黒糖ドーナツ、ドーナツ棒かかな。私は熊本に一回行ったことがあってお土産を買ったんだけど、あと何があるんだろう、あんまりそれ以外知らないからな。そう、誉れの神代湖ね。うわっ、これ武者返しでいいのかな。これ食べたような気がするし食べてないような気がするし、どっちって感じなんだけどどっちって感じだけど、めっちゃ、うわ、どうだったかな。いや、もうドーナツ棒本当に大好きなんですよ。あとは、あ、くまモンのクッキーもある、美味しそうだね。何、いきなり団子、美味しそう。米粉の皮の中にホクホクしたさつまいものあんがたっぷり入った団子、めっちゃ美味しそうなんだけど。あ、そうそうそう、この生チーズケーキ、ひごくにめっちゃ美味しかったんだよこれ。誰からも、みゆちゃんからもらったんだっけか。美味しかったこれ。いきなり団子気になるな。であとまあ神代湖食べたいな。前ね、ちょっとあんまり羊羹食べるの得意じゃなかったからね、そう食べなかったんですよ。今なら絶対食べられるんだけどね。美味しそうだな。なんかくまモンのお菓子とかもね、いろいろあるんだね。あ、まあね、からしれんこんも気になるけど、辛いのかな。でもこの武者返しでいいのかな、これも気になるんだよな。うわ、何これ、焼きモンブラン、クリセンリ、めっちゃ美味しそう。これもスクショだね、これめっちゃ美味しそうだよ。ドーナツ棒食べたくなってきたな。あ、うわ、何これ、山椒っていうバームクーヘンか、美味しそうだな。
まあ熊本はこんな感じかな。次は大分ですね。まずはザビエル、美味しそう。ビスケットと白あん、いいね、私の好きなものです。どちらも謎の鳥天せんべい。なんで謎なんだろう。でも鳥天食べたくなってきたな。いいな、美味しそうだな。あとは何があるだろうか。うわ、おはぎ、普通におはぎが美味しそう。そう、鳥天せんべいっていうのがあるらしい。なんだろうね。うわ、え、なにこれ。小麦粉で作った平たい麺にきな粉と砂糖をまぶして食べるのが郷土料理なんだ。痩せ馬、おやつか。美味しそう。うわ、食べてみたい。これはでもなんかお店で食べるっていう感じなんでしょうかね。あ、地獄蒸しプリン、美味しそうだな。鶏皮サクサク揚げ、めっちゃ美味しそう。いいな。え、国産鶏皮 100% のスナックだって。美味しそうだな。そう、米粉で揚げたらしい。うわ、いいな。わあ、古城の月、あ、違う、工場の月だ、間違えた。工場の月ね、そう、滝蓮太郎さんの曲ね。へえ、美味しそう。それをモデルにしてるお菓子らしいね。こう思うと九州もあんま行ってないからね。うわ、はちみつプリンだって、美味しそう。なにこれ、一万円札おせんべいとかあんの。めっちゃいいな、おせんべい。いいな、ちょっと瓦せんべいみたいな感じなのかな、あの味のイメージね。なるほど、大分はこんな感じね。じゃあ一瞬ちょっと待ってね。お待たせ。じゃあ次は宮崎です。宮崎といえばマンゴーのイメージが強いんだよな。でもお菓子っていうとまた分かんないんだよな。あ、なんかもう美味しそうなんだけど、なんかホームページの最初に出てるよねやつが。あ、でも最初に出てきたの鳥だった、お菓子じゃなかった。わ、ウイローだって。ウイロー食べたことないんだよね。でもめっちゃ美味しそう。マンゴーゼリーね。え、ごぼう丸ごとチップス、ごぼち、めっちゃ美味しそう。確かに食物繊維すごいだろうな、マジで。わ、アーモンド風味のサクサクサブレ、サブレの中にクリームチーズ、棒チーズだって。めっちゃ美味しそう。めっちゃ美味しそうじゃん、こんなの。あー、マンゴーのラングドシャはいいよね。チーズまんじゅう、マンゴー系。あー、チーズまんじゅうとかいいね。破れまんじゅう、なにこれ、美味しそう。間違えた、ホームに戻っちゃった。いいな、和菓子食べたい。でも私まだあれがあるからさ。そう、まだいろいろおまんじゅうもあるからさ。うわ、
トマトひねり揚げ、トマトピューレを使った揚げ菓子。え、美味しそう。っていうかひねり揚げ昔好きだったな、私よく食べてた。あともう一個ぐらい調べて。あ、そう、これですね。チーズまんじゅう。めっちゃ美味しそう。え、食べた。チーズまんじゅう食べたいな。美味しそうだな。浄化まんじゅうでいいのかな、これは。美味しそうだな、これも。うん、まんじゅうが食べたいな。私には稲葉の白うさぎがあるからな、まだ。そう、あれをまだ食べてないんですよ。めっちゃ大事に大事に置いてる。まあこんな感じかしら。じゃあ次、鹿児島ですね。鹿児島か。鹿児島のお菓子って何なんだろう。はい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 、はい、そうだそうだそうだ。え、何これ。まずレアケーキラブリー、めっちゃ美味しそう。へえ、あ、さつまいものね、めっちゃ美味しそう。そう、カスタ丼食べたことあるよ。カスタ丼、カスタ丼美味しかったんだよ、めっちゃ。カルカンまんじゅう、美味しそう。なにこれ。うわ、この真っ白な生地がもう美味しそうだもん。シュワシュワしてそう。あ、さつまいもタルトも食べたことあるな。これはある。え、白クマ親子クランチチョコめっちゃ美味しそうなんだけど。そうか、あ、白クマ、あのかき氷の白クマは鹿児島名物なんですね。え、あんの芋バター、そんなん絶対美味しいに決まっとるんやけど。うわ、これはこれは絶対ね、トーストとかに塗ったら美味しいよね。そう、パン、パンに塗りたいね。確かに塗りたいね、これはね、塗りたいね。そうだよ、私はあの、そうだよ、私はこのドーナツが大好きなんだった。そう、焼きドーナツ、蒸気屋、蒸気屋だっけあれ。そうだよ、私はあのドーナツ大好きなんだよ。そうですよ。え、なにこれ、薩摩ボッケモン。へえ。そう、なんかめっちゃピーナッツ埋め込まれてる。めっちゃ美味しそうだな。そう、さつまいもね、そうだよね。金つばも気になるんだよな。どんなんか食べたことはないんだけど、めちゃめちゃ美味しそうだな。そう、カスタードマジで美味しかった、この薩摩蒸気屋の。多分あの、ゲタン派、ゲタン派。へえ、郷土菓子、美味しそう。なにこれ。そう、三角の形したもので、ゲタの歯を意味してるものなんだって。へえ。あ、黒糖を使った焼き菓子なんだ、めっちゃ美味しそうだな。そう、焼きドーナツめっちゃ美味しいんですよ、蒸気屋の。じゃあ最後は沖縄ですね。沖縄はね、いっぱい行ってるからとか言いながら、結構いつもあの紅芋タルトなんですけど、あ、まあチンスコもそうだよね。
片揚げポテトのデイジマさんアーサーそば味、なんだそれ、すっごい長い名前。沖縄めんべいとかあるのめっちゃ美味しそうだな。おもろ、あんとクリームチーズをサンドしたおもろ、あとなんだっけ、パイナップルケーキだったかな、あれ美味しかったんだよね。私なんか一番最近行ったのが、まあ、2019年、嘘か、でもそのぐらいなんですけど、その時にね初めて買って、それが結構美味しかったんだよね。へえ、黒ごまとマカダミアナッツの香ばしさと黒糖風味が癖になる味わい、ごま袋、美味しそうだな。まあでも小さい頃は結構お菓子はあんま興味なかったのかな。もう結構お菓子っていうよりかはもう雑貨系がもう私は気になるって感じだったから、お菓子はそこまでそんなにちゃんとは見てなかったかも。あとなんだろうか、まあサーターアンダギーね、美味しいよね。あ、ロイズ石垣島なんかあるらしいね。だからそこでおすすめのものがいろいろ売ってあったりとかするみたい。へ、マンハッタンの恋っていうニューヨークチーズケーキがあるんだ。美味しそうだな。チーズケーキ食べたいね。いいね、ケーキ食べたい。回転寿司行ってミルクレープ食べたくなってきた。急な。メロウウィッチパウンドケーキ、へえ、初めて聞いた。でもなんか沖縄限定商品で特別感をプラスしようみたいなの書いてある。あ、なるほどね。渋谷、名古屋、沖縄でのみその販売され出店されてるパウンドケーキ専門店のメロウィッチっていうのがあるんだ。でその中で沖縄限定のものもあるよっていうことなんですね。コーヒーにはチンスコとかあるんだ。こんがりパインだって、美味しそうだな。え、なだそうそう、黒ごま黒糖ドーナツ、何、え、めっちゃ美味しそうなんだけど。あ、そう、パのフィナンシェだ。そう、パのフィナンシェ、多分フィナンシェだったら私食べたの。これ美味しかったんだよ、パのフィナンシェ。そう、うわ、アルフォートも美味しそうだな。確かに何か沖縄限定のもともとあるお菓子みたいな、何か沖縄限定のプッチョだっけな、何かそういうのハイチュウとかね、そういうのあったんだよ。確かに沖縄は何か、まあ沖縄に限らずさあるよね。例えば私だったら北海道、私が見たのは北海道限定のアポロとか、北海道限定のキノ、北海道限定のキノコの山とか、そういうのがねありましたね。お腹が鳴ったよ。今のは別にお腹空いたわけじゃないと思う、さすがに。あの、お腹は空いてないから気持ち的に。はい、ということでちょっと駆け足にはなっちゃったけどね、なんとかやっとようやく日本全国を旅することができました。まあまたね、こういうお土産、なんかお菓子のお土産見ていくとかね、できたらいいよね。確かに今度外国のお菓子とかやってみたらどうですかみたいなファンの人から提案いただいて、確かに外国見ていくのもありだなってめっちゃ思いましたね。はい、はい、それではじゃあ今日はここら辺で終わりにしたいなと思いますので、じゃあランキングを読んでいきます。13位から13位ディスクさん、12位タッツエモンさん、11位カリネコでも好きだよさん、
10位キャパさん、9位飯田博之さん、8位カラスのカーコさん、7位プレジョンさん、6位マモさん、5位大粒ちゃん、4位ロミツさん、3位ナズメさん、2位玉国さん、1位がはやちゃんさんでした。はい、それじゃあ今日も見てくださってありがとうございました。また明日、おやすみなさい。ありがとうございました。またねー。